ライダー確保。戦闘プラン再開。ライダー、ターゲット惑星に関する報告を見てみましょう。惑星レポートをアップロード。結果不十分。手動確認。惑星動画を確認せよ。惑星動画を確認。侵略プロトコールを開始。軍をアクティベート。軍を配備。3、2、1。
ライダーに警告。武器を解除せよ。ライダーに異常発生。セキュリティシステムアクティベート。ライダーに無効化を実行。ライダー、あなたは変わってしまった。なぜ？中に何があったのです？ライダー、私たちはいつだってあなたの味方なのに、なぜ？あなたのミッションは重要だと、私たちの存続がかかっていたのです。あなたは惑星が同化に適しているか確認するはずだった。しかし捕らえられてしまった。そのあげく、こんなことに。私たちと戦って何の得になるというのです？彼らがあなたを迎えてくれるとでも？あなたが彼らの世界を壊したと言っていますが、実は彼らがあなたを壊したのです。なぜ彼らの世界の方が私たちの世界よりも重要なのです？あなたの特徴は極めて異質です。自分勝手、傲慢。ライダーとは私たちの意志で行動すべきもの。あなたは勝者ではなく裏切り者として戻った。私たちを破壊してまで赤の他人の世界を救おうとするのですか？
どうしてそんなに壊れてしまったのか。ライカ、見損ないましたよ。どうしてそんなに壊れてしまったのか。あなたは裏切り者。ライダー、もはや選択肢はないよ。あなたを抹殺します。今回は救えるかもしれない。でもその後、それは最悪の妄想。己を信じればひどく後悔することになるでしょう。